はいどうも水、えー、です今日は、えー、皆さん、えー、大好きなお金の話を、えー、したいいと思います、えー、チャンネル登録者数17万人の YouTuber っていくら稼げるのっていうお話をしたいです。でなぜかというとですねあの僕まあそのツイキャスっていうところもやってたりとかあとまあそ YouTube ライブ もうたまにやるんですけど、まあ、そういうところでですね、まあ、よく聞かれるんですよね。え、ぶっちゃけそのミズニャンの月収ってどれぐらいなのってね、まあ、ちょっとこう、具体的なちょっとこう、金額とかまで言っちゃおうかどうかは、ちょっとまだこうね、動画をえ撮ってる最中にこう決めていきたいと思いますけど、まあそまたではですね、まあ、再生数の0.1円ぐらいとか、 でチャンネル登録者数の10倍ぐらいと、まあ、言われていて、であとあ YouTuber の,、ね、の月収をこう予測するこうサイトとかまであって、まあ、結構、ねまあ、YouTuber の月収って、まあ、みんな,そのなんかこう気にしてるんじゃないかなということなので、まあ、ちょっと今日がっつりです、ねまあ、そのからくりとか、ちょっとこう稼げる方法、儲かる方法みたいなのもチ、チなんかね言っていこうかなとで思ってます。 でまあ、つい先日ですね、えー、僕の、えー、銀行口座の方にあに YouTube 様からですね、えー、4月分の、えー、お給料が、えー、入りましたでそのこう金額をですねこう具体的にちょっと公表するのは、まあ、Google の利用規約的にとてもまずいことなので、まあ、これに関してはちょっとざっとした、えー、感じで言いますで、まあ、この金額についてなんですけどなんと、えー、一部上場企業の 夏の平均ボーナスよりちょっと、高い金額でした。で、ま、一部上場企業の、夏の平均ボーナスがこうどれぐらい、ま、あるのかというと、ま、それはですね、ま、ネットでこう検索してみたら、ま、すぐですね、分かる、数字で、ございます。はい。ま、なので、ま、そうですね、ま、同世代のですね、ま、サラリーマンの方々よりは、ま、ありがたいことに、ま、その、ね、たくさんの、ま、給料をいただいているんですけれども。 まあ、もちろんですね、あの僕、まあ、稼いだ金額に関しては、ちゃんとえ毎年毎年あの、確定申告の方をやっておりまして、で、えー、多額の税金をですね、背負って、えー、youtube をやってます。はいなのでですね、まあ、その税金っていうのは、ですね、まあ、毎月のように、まあ、来るわけですよ、いろいろと。 であとですね、えー、国民健康保険の、ね、お金とかも払わなきゃいけなかったりとか、あとですね、まあ、その年金とかね、国民年金とかも払わなきゃいけない、もうなんかいろんなね支払いが、まあ、あるんですよ。でなので、まあ、結構ですね、まあ、生活は裕福かって言われたら、まあ、そんなでもね、 な、えー、ないいいかなっていう、まあ、感じででございますであとですねまあ僕の収入源の2つ目なんですけれども、ね、あとですねやってることがまあそのツイキャスというですね僕生放送サイトの方で配信させていただいていてでまあそこからですね入ってくるまあ広告収入であったりとかであとはですねまあその投げ銭のね まあそのバックであったりとか、まあ、そういうのもです、ねまあ、いただいてたりとかする、えー、パターンもあったりとかまあ、そっちのこう金額なんですけれども言うても結構ですねまあ、投げ銭の金額でこう上下するものでしてなのでまあその多い時だとまあそのね、まあ、230万で少ないとだと、まあ、5万とか。 まあそういういい感じ、えー、だったりとか、まあ、してまます、まあちょっとこれに関してもこう具体的なこう金額を公表していいかについてはちょっとこう聞いていないのでまあなんともそのちょっとね言えないような、えー、感じでございます。でまあなんだかんだでですね、えー、まあそんな感じでまあ僕ですねえっ、ー、とまあ今年一応会社を、えー、設立する形で、まあ、やっと とそのですね会社のオフィスとなる不動産も決まりましてでまあ僕がですねまあ、その副業副業って言っていいのかわからないんですけどまあ、ちょっとあの広告系の仕事とかもしておりましてでそっちの方のですねまあ、その収入の方も今その僕の個人の方うに入ってくるような感じになっていてでまあそっちも結構ですね、まあ、その受注額によってこう波があるのでまあ、多い時でまあ万 万とかです多い時でまあねあねの230万とかっていう感じですかねまあもちろんそのまあ会社になったらこうどん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 ですねまあそのまあ大きく大きくというかまあもちろんあの金額はその多くなっていくのででまああのこっちの方はねまあその個人で。 まあ副業としてこう受けている段階なので、まあ、あくまでその実験的な、まあ、感じにはえなっておりますでですね、まあ、なんだかんだで、ね、YouTube と同じぐらいその僕の,そのメインになるようなまあ収入源がありましてでそれはえ何かと言いますと実はですね、えー、株取引なんですよで、あのー、僕なんだかんだ2016年の夏頃から株を始めたんですね でなんでかって言うとまあ、僕あの大学の学部がですね経営学部なんですよでそこでまあよくその、まあ、企業分析とかの授業とかもあってでまあ、そこのこう、まあ、教員の先生がまあ株をやっていたのもあってでちょっとこうなんか投資っていうのにこう興味をまあ持ったんですね。で まあそこでまあ自分なりにそのまあいろんな手法とか駆使したりとかまあいろいろまあ頑張ってであのなんとかですねまあ今はまあ4桁万円ぐらいをまあ運用するぐらいまでちょっと増えたんですけれどもでですねまあそれのえまあ大体その毎月のまあ収入というか。 まあそのこれ5月の収入なんですけれども、それがですねえー大体、1つのこれ証券口座なので、あ他にも一応証券口座があって、ちょっとそっちの方はねあのデータをちょっと取り出すのがちょっと面倒くさかったので、一応、まあその1つの証券口座のデータで見ると、ざっとえこれぐらいです、110万442円と、まあこれはあの5月ですね。 でもちろんあのこれから、ねまあ、20.315%、まあ、株の場合は20.315%税金引かれるってこう統一されてるんですけどで、まあ、1つの証券口座がだい大体です、ねまあ、えっと今月100万弱ぐらいだから90万ぐらいかなですねでそれとあの別の口座の方にはだい、まあ、その50万ぐらい今月こう利益が出てるので,で合わせるとだいたい140万ぐらいその今月は。 株で利益が出てます、まあ、ちょっとね、あのー、今月は不調だったかなって、まあ、いうような感じなんですけど、まあ、無事あのプラスでその終えれてよかったかなとで、まあ、株の場合はねもちろんね、まあ、勝つ時はドカンって勝つけど負ける時はねドカンってこう負けたりとかすることがあるんで、まあ、大変不安定なので、まあ、あんまりその、ね、証券口座からこうお金を、ね、出金すること僕ないんですけど、まあ、基本的にこう僕の生活源となってるのは YouTube。 に、えー、なってますでます、あ、で YouTube の広告っていうのもねある意味結構波があってで特にその4月ってあの広告単価めちゃくちゃゃく安かったんですよででなんかっていうとそもそも企業がね広告を出すシーズンっていうのは36912この、えー、4ヶ月間なんでかっていうとそれあの企業の四半期決算シーズンなんですよ。 なので、そのあらゆる企業がこの,あの予算を消化しなければいけないんですよね。なので、まあ、その YouTube みたいなその媒体に企業がめちゃくちゃ広告を出してくれるんですよ、3、6、9、12は。だからこう、この時期にこう頑張ると YouTube にたくさん広告がつくんで YouTuber の人たちはガツっとね、えー、稼ぐことができるという、そういうことになってるんですよ。でであとですね まあその動画の時間であったりとかえ視聴者の層とかこれもあの結構関係していて例えばそのこう子どもの視聴者が多いチャンネルってぶっちゃけた話をすると広告の単価って安いんですよなでんでかっていうとあの子ども向けのチャンネルだとどうしてもその子ども向けの,その広告を流さなければならないのでなのでどうしてもこう単価が安くなってしまう。 なんでかっていうと子どもがそのものに使う金額って結構少ないじゃないですかなので企業も、えー、広告費の方を少なくこう設定したりとかする場合があるんですよねあの1回あたりの広告のその単価を下げる傾向にあったりとかするんですよそうなってくるとその YouTuber さんに入ってくるこう金額っていうのはあのー、かなり少なくなってくるかなっていうであとですね、まあ、視聴者層が大人だと結構ね、あのー、幅広く あの広告っていうのを流すことができてであの特にその YouTube で広告単価がこう高いものだとまあ例えばコスメとかねコスメあとはえー、と金融系とかあの投資系とかでこういうのっていうのは1個の商品の単価がやっぱ高いんですよ。なので あのー、企業もですね広告費っていうのを結構かける傾向にあってなのでやっぱりその1個の単価商品単価がでかいものって広告費が結構かかってたりとかするところもあるんでなのであのー、それ題材にしてるまあそ YouTuber さんだとかだと1回の広告単価とかが跳ね上がる傾向にあったりとかしますねでちなみにそのまあ僕の動画ってだいいたその1再生どれぐらいの金額 で広告費もらえるのっていう話になるんですけどだいたい1再生あたり、まあ、0.4円からだいたい0.6円ぐらいを、まあ、推移ま ししててたりとかしていま,すまあなのでまあ大体ですねまああのそれぐらいかなとまあ少ない時は0.3円とかの時があるのかなまあ大体なんかアベレージで考えたらまあそれぐらいなのでまあその何とも言えないような感じであのー、まあぶっちゃけじゃ YouTube ってどれぐらいのチャンネル登録者数でご飯食べれるようになるのって話をしたいんですけど正直最近ね敷居かなり下がってます。 昔だったらそれこそチャンネル登録者数10万人とかでも食べれなかった時代があるんじゃないかなって思うんですけど今は普通に多分チャンネル登録者数34万4万人とかでも全然そのご飯を食べることができる時代になりました。 であのこれもなんでかっていうと、まあその YouTube にその広告、まあ、YouTube に広告を出す企業って、なんだかんだで増えてるし、で YouTube の広告って、これ、めちゃくちゃ増えてるんですよ。で、あの去年かそおととしあたりに、かなりこう YouTube に対してこうネガティブなニュースって、結構世界中で流れたんですよね。で、それがまあどういうニュースだったかっていうと、世界でもそのね、 あのトップクラスの、えー、広告代理店が YouTube から撤退したっていうニュースが出たんですけど、まあ、それの影響っていうのは、あんまりこう日本の YouTube は受けなかったのかなっていう感じがしてて、でなんだかんだでまあその収入というか、売上に関しては、右肩上がりにこうなってるかなというようなまあ印象ですねね、まあ、だからこう僕自身も、ね、やっぱりね。 あのーまあ、ヒカルとかジョー・ブログが、まあ、もっとねバン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 炎上してくれたら僕もこうたくさんこうお金が入るんですけどねっては思ってるんですけど、まあ、なんだかんだでね、まあ、その現状維持でも、まああのー、食うには困らないぐらいにはこうなってるんで、まあ、これからもですね まあそのどん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 まあいろんなまあコンテンツというかまあサブチャンネルもですねついにまあ僕始めましてでサブチャンネルの方ではですねまあそのメインチャンネルじゃちょっとなんか出してもしょうがないよなみたいな話題だけどでも自分が喋りたいっていうテーマの内容のこう動画をですねまあガンガン出していけたらなと思ってるしであとまあ投資の内容とか投資の話とかねあとはまあビジネスの話とか。 であとは、まあ、そのお金関係の話も、ね、結構、ね、やっていきたいなとは思っててサブチャンネルの方では。 であとはまあ学問であったりとかそれこそまあニュースであったりとかまあいろいろなんかやっていけたらなっていう感じで始めようかなと思ってます、まあ、ちなみにまああのサブチャンネルの方はまあ2本動画入れたんですけど、まあ、1本の動画が大体3000再生で2本目の動画が400再生ぐらいしかいかなくて、まあ、なかなかちょっとこう苦戦してるような感じなんですけれどもやっぱりそのね YouTube って何が大事かっていうと1本の動画の質も大事なんだけれどもどちらかというとまあ量ですよ 量,量が大事なんですよだから、まあ、そのとにかく、まあ、編集なくてもいいからガンガンなんかこうねあの喋ってる動画をアップするだけでもそれが例えばじゃあ12本とかじゃなくてじゃあその何,、まあ、何十本何百本何千本ってこうなっていけばもうだんだんこうそれだけでこう食っていけるようになったりとかもするっていうような状況だと僕は思っていたりとかはするんですよね。であとプラスアルファななんだろうな あのこれから YouTube で受けていくものって僕ライフハックとかそういうセミナー系とかだと思うんですよこれ。ね一通りなんかそのエンタメ系のチャンネルの企画ってもうやり尽くされた感じがしててでもうそこからじゃあ何あのねもうそのチャンネル登録者数が多い YouTuber は。 まあそ,のそのブランドで、まあ、安泰して、どんな動画やってもまくっていけるようになると思うけど、まあ、これから多分、セミナー系とか、それこそビジネス系とか投資系とか、まあ、あとなんかね、あの教養系とか、そういうチャンネルって、かなりね、需要がもう伸びてくるんじゃないかなっていうふうに思ってるし、あとはこうラジオ系のチャンネルね、まあ、だからそのひたすらくっちゃべってるようなかチャンネル、ああいう系とかもやっぱり需要出てくると思うね。 なので、まあそのこれだけまあ YouTube ライブっていうのも、あの最初の頃はまあボロッカス叩かれてたんだよね。で、YouTube で生放送なんか見るやついねえよとか言ってたんだけど、だんだん、ね、YouTube ライブとかもメジャー化していってて、でそれこそまあ視聴者が何を求めてるか、多分ね、ラジオだったりとか、であとは、なんか安心してこう聞ける。 えー、そういうなんか動画とか求めてたりとかすると思うからそっち系かなりこう需要出てくると思うんでこれからまあ YouTube を始めたいっていう人は自分の特技自分の好きなことそういうのをなんかガンガン喋っていくだけでもそれをお金に変えることができるんじゃないかなと。 いうふうに思っています。まあ、あのてなわけで、えー、本日の動画なんですけれども、チャンネル登録者数17万人の YouTuber で、いくら稼げるのというお話でした。で、あとはこれからの、えー、YouTube の稼ぎ方っていうのにもついてちょっと解説をしてみました。てなわけで、えー、皆さん、えー、本日の動画、ご視聴ありがとうございました。この動画、えー、ためになったな、ね、良くなったなと思う方は、高評価、そして、えー、チャンネル登録お願いします。以上。 水ギャンでしたどうも、えー、ご視聴ありがとうございましたじゃあね